では今回はですね、モータースポーツ .com の動画ということで、皆さんこんにちは。今回は、まあ、国内の最高峰のカテゴリーであるスーパーフォーミュラの、まあ、話をしていきたいということで、私編集部のエビーと、こちらの、画面にいらっしゃるのがですね、モータースポーツ .com のグローバルの、まあ、ニュース配信をしてくださってますジェイミーさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これジェイミーさん、まあ、皆さんご存知かどうか分かりませんが、まあ、彼はですね、もうかれこれ、まあ、2シーズン以上ぐらいですかね、国内カテゴリーの取材をしていて、まあ、僕もね、去年の途中ぐらいから、このジェイミーと、まあ、2人でね、まあ、取材をしてニュース配信してるんですけども、もういつの間にかね、ジェイミーの日本語がどんどん上手くなっていってしまって、僕ももちろんね、ジェイミーと最初はね、英語で頑張って会話しようとしてたんですけど、ジェイミーの英語が上手くなりすぎちゃって、もう僕は日本語で喋っていいということでね、僕の、英語の教育上あまり良くない状況にはなってますけども、というわけで今回も、まあ、スーパーフォーミュラのね、今シーズン、もう今週末開幕ですけども、今シーズンのスーパーフォーミュラの話をジェイミーには日本語で、していただこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ日本語で頑張ります。はい、もう全然喋れる。だって今日本人のドライバーにも取材できてますもんね。だってそうですよね。でも、うん、まあまだ難しいところがあって、でも、うん、まあどんどん、うん、なっていますね。そうですね。まあ、英語が話せないドライブがたくさんいて、まあ、彼らの話を聞きたかったら、まあ、日本語しかないですね。そうですね。だからもう僕いらないんじゃないかなってなるときがたまにあるので、まあ、僕も負けないようにね逆に僕もその外国人ドライバーにもね、簡単インタビューできるぐらいにならなきゃというところですけど、じゃあ、まあ、ということでスーパーフォーミュラ今シーズンの、話をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、スーパーフォーミュラ2022年シーズンについて早速お話ししたいんですけども、まあ、今シーズンはね、7大会で、まあ、10レースということでね、結構盛りだくさんの内容になってるんですけども、シーズン開幕前のテスト、まあ、2回行われまして、鈴鹿と富士で2回テストを行いました。まあ、我々2回とも取材しましたけども、どんな印象だと思いますか？そうですね、まあ、まあ、まずはもちろん坪井翔選手は、そうですね、そう、いつも早かったですね。いや、そうなんですよ、まあ、で坪井選手がめちゃくちゃ速いっていうのは、多分スーパーフォーミュラ見てる方はもうみんな思ったと思うんですよね。実は、鈴鹿のテストはですね、全体トップ、のタイムでですね、富士のテストも全体2番手なんですね。サッシャ・フェネストローズ選手に続いて2番手なんですけど、実はこれタイミングモニター見てましたけど、最後のアタックの時ずっと全体ベスト全体ベストだったんですよね。そうですね。セクター1も2も、うん、でセクター3はおそらく、まあ、トラフィックか何かで、まあ、中断したみたいな感じだったので、これはやっぱり早いなと、まあ、思わされたんですけども、まあ、セルモのチーフエンジニアされてます田中幸太郎さんにも話聞いたら、まあ、これはもう本物だと、リアルだというような話をされてたので、まあ、おそらくもう予想とかうんぬんじゃなくて、多分坪井選手は速いです、うん、多分今シーズンはそれは間違いないんじゃないかなって感じはしてるので、なんか、まあ、坪井選手の、まあ、ライバルにもなりそうというか、チャンピオン候補になりそうなところ、例えば誰だと思いますか？そうですね、まあ、すごい選手以外にはチームインプルの2人は結構安定しましたね。関口雄飛と平川亮選手、まあ、去年はチームチャンピオン取れましたよね。取れましたね。関口選手も一番トヨタ製の中に一番ランキングに、うん、一番思いますし、まあ二人と多分、まあ、フェネストラーズ、サッシャ・フェネストラーズも、コンドレーシングはいい調子ですね。コンドレーシングも調子良さそうですけど、うん、どうですか、まあ、サッシャとはよく喋ると思いますけど、なんか結構なんていうか調子良さそうな感じですか、やっぱいいポジティブな話はしてましたか？うん、そうですね、特に、うん、チームの雰囲気が
よくなりましてね。そうなんですよ、これは本当に、うんうん、あの山下健太選手も速いし、でも、うん、去年はちょっとあのサッシャがあのほぼいなくて、うん、でもあのどんどんレベルがアップして、あの、うん、健太さんとサッシャ君あの、うん、お互いにあの頑張ろうの、まあ、あのフィーリングがあって、はい、まあそうですね、あの富士であの、うん、あ山下は、まあ、フェネストラスぐらいはないですけど、でも、うん、そう、富士 の、ね、あのオーバーオールのタイムということですね、うん、総合はもちろん先ほどあの申し上げたように、フェネストラス選手がトップだと、で山下選手も8番手ですね、うん、で、コンマ、まあ、5秒ぐらいの差が、0.5 秒ぐらいの差があるという感じで、でも本当にね、なんか、健太選手は、なんというかそもそも、まあ、調子が良くない時でも、まあ、結構明るい人なんですけど、うん、でも話聞いてるとやっぱりあ調子いいですねみたいな話だったんでいや本当にちょっと今年の近藤レーシングは注目した方が良さそうですね、うん、そうですね、あのカラーリングもいいしあそうカラーリングは皆さんちょっと見てくださったかと思うんですけども、まあ、去年まではね赤と、まあ、白みたいな感じだったんですけど、今年はリアライズの、うんブルーになってものすごく鮮やかでね、あの多分さっきとね言ってくださった皆さんはぜひあの写真とか撮っていただいて、すごく、うん、あのサッシュの車はあのフラットウィングはあの緑のところはすごくかっこいいですね。ああそうか緑になってるか。そうか。ここもねなのでちょっとまあかっこよさっていう意味も含めてちょっと注目ですね。コンドレーシングとインパルはねそういう意味で注目で。ホンダ陣営はそういう意味で言えばどうでしょうね、どこら辺が早いっていうのは、うん、まあ、あの去年のチャンピオンの野尻智樹もちろんはあの、まあ、早いし、あの無限、うん、2人ともあの笹原選手ともは、うんあのうん、調子はあんまり悪くないし、うん、でも、まあ、あとはダンディライアン の、 あの牧野タラスケの話を聞いて、彼は、うん、結構自信がある印象がありますよね。まあ、富士であのタイム、トップタイム、トップタイムじゃないんですけど、でも彼の自己ベストはあのユーズタイヤで、それは、まあ、あの新品のタイヤだと多分、そうですね、すごいトフェネストラス、まあ近くなると思います。そうですね、サッシャ選手のベストタイムから、まあ、コンマ6秒ぐらい 0.678 秒差ぐらいなので、多分これユーゾーじゃなくてニューで走ればかなりね、うん、近づいてそうですね、調子いいですね選手、うん、はい、やっぱり昨年に続いてダンデライアンも良さそうだと思って、まあ、野尻選手もそうですよね、まあ、彼ももうなんというかまあ、自信もあるでしょうし、まあ、毎回トップじゃないにしろちゃんとね3番手とか4番手とか、ね、うん、上位にいますからね。でも去年もまあ、富士テストで5番手くらい、うん、にいた野尻選手が、うん、開幕戦の時にまあ、すごく強くなりましたね。そうですね、まあ、多分もう行かないような事ことになるかもしれませんけど、あとはホンダ製 の、 まあ、エンジンパワーということで、トヨタ製が、うん、絶対にアップして、でもホンダ製はうん、そうですね、どうなるかなと思っていました。ホンダドライバーの話を聞いてちょっと心配だと思います。トヨタのストレートスピードのことで、多分まあちゃんと見せたかどうかは分からないですけど、まあそうですね、そこはね、まあそれも、うん、それも注目ポイントになりますね。でまあさっきもそのね、去年の富士テストはまあ何番手でしたっけね、野尻選手はそう5番手だったんですよね。でまあ、開幕戦はそのまま、まあ、同じ富士で開幕戦あったんですけど、野尻選手は優勝していると、まあ、そういう話だったんですけど、これ実はねやっぱこのデータを見ていくと、去年のその富士テスト3月のこの時はですね、大湯選手がトップで、
大湯選手、福住選手、平川選手、宮田選手、野尻選手っていうところだったんですけど、実は開幕戦の、まあ、結果を見るとですね、まあ、野尻選手優勝、大湯選手2位、福住選手の3位と、やっぱり富士でテストで調子良かったドライバーは、まあ、次のね、あの翌月の富士の開幕戦は早かったということで、今年も、まあ、もしかすると富士のテストの結果通りになるのかなって僕は思ったりするんですけど、どうですか？でもまあ天気が変わりますね。あの多分今週はあの天気予報を見ると多分まあ17、18度ぐらいになりそうですね。でもテストはまあすごく寒かったですね。めちゃくちゃ寒かったですよね。5度、6度ぐらいでしたよね。初日の雪のせいで、あの新品のタイヤすごく残っていましたけど、1セット使ったドライバーがいたし、2セット、サシャは2セットだと思いますし、2セットっていうのはその、最後の方、あのアタック、あのみんながアタックした時に、2セット、あのタイヤの2セットを使ったドライバーがいて、でもみんなじゃないですよね。違いますね。そこはちょっと分かんないところですよね。多分、テストを通じて6セット、全部で6セット。そうですね。鈴鹿テストから3セットカリオーバーして、あと3セットの新品のもので、でも初日あんまりレンタイヤしか使わなかったから、新品のセットがすごく残って、アプローチが違いますね。それぞれチームドライバーそれぞれがアタックしたときに。というか話は戻ると、その初日雪が降ったじゃないですか、あれものすごい雪でしたよね。びっくりした。そう、サーキットがもう富士が真っ白になっちゃったんですよね。大雪がもう3月末ですけど降って、ちなみにまあ、ジェイミーさん、向こうでもヨーロッパでもね、取材したこと、経験があると思うんですけど、あんなに雪が降ったことってありました、今まで。ああ、まあ、いつだっけ、スパーの WEC、19年のスパーのレース、雪降りましてね。でも、真っ白じゃなかった、レースが、途中で雪が来て、でも、あんまり、雪が積もらなかった。そうですね。積もらなかった。積もらなかったんですね。富士で、路面の上にちょっと積もってましたね。積もってたし、もうセッション終わって、ちょっと時間が経ったら、もう全部真っ白ですよね。ちょっとあれはびっくりしたんですけどもね。まあそういうのもあって、なかなかそのテストのメニューもね、あまりこなせなかったチームも多かったかもしれませんね。そうかもしれません。そういう意味ではもしかすると去年とは違ってね、その富士テストの結果通りの開幕戦になるかどうかはわからないというところもあるかもしれません。まあ2レースありますしね、開幕戦からね。そうですね。ただまあここで開幕ダッシュを決めるのはまあどのドライバーかってところで、じゃあちょっとせっかくなのでチャンピオン予想もしてもらいましょうか。スーパーフォーミュラの。そうですね。書きますか。書いていただきましょう、ぜひ。はい、じゃあ。ちなみにもう僕は坪井選手坪井選手はちょっと突然すぎる感じ。そう、突然ではあるんですよね。でもまあ、僕はその話をね、今まで聞いてきて、坪井選手は1年目のスーパーフォーミュラの、20年は2勝したんですよね。そうですね。で、2勝っていうのは最多勝で、まあ、かなり好成績で、で、21年にちょっと苦戦をしちゃってっていうところだったんですけども、やっぱりなんというか、いいシーズンと、良くないシーズン、両方を経験したからこそ、やっぱり多分セットアップとかの面でも、やっぱりこっちが正しかったんだとか、やっぱりいろんな答えをね、つかめたのかもしれないですね。田中エンジニアもすごく経験がありますよね。そうですよね。
まあ、トム・コルネール選手と、ラルフ・ファーマン選手と、あとはだったらロイク・ドゥガール選手、そうですね、みんな田中エンジニアと一緒にチャンピオン取れましたね。中島レーシングの、まあ、もうそうそうたる外国人ドライバーですけど、そうですね、みんな田中エンジニアなわけですね。だから、まあ、その田中エンジニアが、あ、これは今の坪井選手はそのいいパターンだよというか、その、ね、勝てるその流れに来てるっていう言ってくれるのは、すごく多分坪井選手としても心強いというか、ね、自信になると思いますね。そうですね。はい、というわけで僕は坪井選手って言いましたけどもさ、まあ、どうでしょうか、まあ、他の選手を選ばないといけません。そうです ね、難しいところですけど、プレッシャーがちょっとプレッシャーがちょっとありますか。誰かなースーパーフォーミュラーは特に難しいかもしれませんね、そういうところ。じゃあ多分今シーズンはトヨタドライバーのチャンピオンになる気がします。去年と一昨年もホンダが山本直樹選手と野尻智樹選手も、今回は多分3年ぶりのトヨタチャンピオンが来そうだと思います。で、じゃあ選びました。さあ、漢字かカタカナかっていうところありますけど、はい、できました。じゃあお願いします。はい、どうぞ。じゃあ関口選手。ああ、関口選手、なるほど。関口選手、まあ、ちょっとインパルの話もさっきしてましたけど、ちなみにじゃあ理由を。そうですね、まあ、すごい選手もGT チャンピオンを取ったことで、すごく自信があって、まあ、インプルも調子がいいし、でも、まあ、常に最近、平川選手の方が強かったんですけど、でも、今シーズンは平川はウェクトスーパーフォーミュラダブル参戦ということで、多分まあ、コロナの問題があれば困りますね。でも、まあ、多分そんなことはないかもしれませんけど、でも 100% で集中できないというのも考えてますね。で、関口選手の方がチャンスがいいと思いますし、実はすごい翔選手は、まあ、一番いいチャンスかもしれないけど、でも、そうですね、坪井選手じゃなかったら、じゃあ、関口選手、ね、まあ、関口選手にします。まあ、去年もその野尻選手が早すぎたっていうところはちょっとあるけど、うん、そういう意味では、関口選手も、まあ、ランキング3位で、まあ、しかもポイントは2位の福住選手と、まあ、同点だったんですよね。で、結構毎戦毎戦、コンスタントにポイントを取っていて、すごく安定、ね、安定しましたよね。で、まあ、本人もちょっとただ優勝がなかったんで、ちょっと優勝をね、ぜひ来年目指したいって話もしてたんですけど、本当にちょっとなんというか、まあ、ここら辺は読めないですけど、ちょっとじゃあトヨタ陣営のこの辺はかなり注目なんじゃないかと、まあ、それにホンダをね野尻選手もいますし、ちょっと でも連覇したドライバーが、まあ、前回は松浦鈴木雄選手じゃないですか。そうです、ね、すごく久しぶりな感じですね。連覇がいないはずですね、最近は。いや、もう田中選手も連覇はしてないですね。だからいかに連覇が難しいかっていうところももちろんあると思いますし、そうですね、まあ、プレッシャーがすごくありますよね。多分これは野尻選手にとっては初めてこんなプレッシャーがある状態になりますね。そうですね、そこのプレッシャーに、まあ、誓ってね、チャンピオンはそれを取れるかっていうところですけども、まあ、そんな感じでね、スーパーフォーミュラー今シーズン、7大会、まあ、中レースということで、
うん、いいですね。あの、うん、去年ちょっと足りなかった感じがそうしました。レース あとはオートプレスはほぼなかったですね。あのグリーンフラグラップは少ない。そうそう、だからレース数少なかったような印象も確かに感じますし、まあ、あの今回も有効ポイント制でもないですから。ああ、それはいいと思います。ドーピングポイントじゃないので、それは本当に、まあ、あのモテギの第6戦の時にめちゃくちゃ計算がね大変なんですよ。大変でした。野尻選手のチャンピオンの条件をね、もう第6戦で決まるかなっていう時にね、計算してたんですけども、我々ももうあの頭がねオンパンクしちゃって、すごく大変だったんですけど、その通りでした。もう今回はね、あの有効ポイントじゃないし、シンプルな、そうシンプルなのは有効ポイントがないっていうだけじゃなくて、2レース制の時も、うん、あの1レース1レースのポイントが一緒なんですよね。優勝が20ポイントだから。そうですね。あの逆を返せば、じゃあ誰かが開幕戦の富士でめちゃくちゃ調子が良くて2連勝しちゃうと40ポイントですから、うん、そうですね、一気にそこで逆に調子良くなくてっていうドライバーをゼロに。46ポイントじゃないですか。あ、最大は46です。ポールポジションの3があるんでね、うん、そう46点を今週末で稼ぐ人がいるかもしれない。そう考えると開幕戦はかなりでかいというか、あの皆さんぜひ注目をしていただきたいなと思います。はい、というわけで、ここまでスーパーフォーミュラの、まあ、今シーズンのお話をしてきましたけども、まあ、そろそろもう時間ということで、まあ、我々もね今シーズンは、まあ、編集部のエディと、グローバルのジェイミーの2人であの取材してまいりますので、スーパーフォーミュラのニュースぜひチェックしていただければと思います。ジェイミーがね、取材してくれたネタも、日本語に翻訳したりとかして配信もしてますし、私が取材した、ね、ネタも、いろいろありますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。ジェイミーからも何か最後に一言あればお願いします。はい、じゃあ今シーズンの取材も頑張ります。はい、ぜひ僕らの記事を見てください。はい、でなかなか今こうモータースポーツのメディアで外国人っていないですからね、なんかこうそこの強みをね僕らも活かしながらぜひ頑張っていきたいと思いますので、まあそんな感じで、今回はスーパーフォーミュラ編でしたということで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。